いただいてもいいように、マスクの下もですね、笑顔も含めて届けられるように頑張ってます。一方でですね、今日はですね、私たちからもお客さんめちゃくちゃよく見えてます。本当に全員見えてます。ですので、ちょっと笑ってもらってもいいですか。はい、今日ね、ありがたいことに本当に最後の演舞をお時間をいただきました。一生懸命踊ります。で、本当にもう、なんだろう、この春を迎えられた喜びとか、夏に向けた希望とか、そんなものをいっぱい詰め込んで精一杯踊りますんで、どうか客席側の皆さんもですね、マスクしたままで結構ですので、ちょっと口角を上げていただいて、カメラ持ってすから拍手できないと思いますので、心の中でですね、拍手ちょっとしていただいて、カメラ持ちでない方はですね、そのまま手拍子で拍手で応援いただけると嬉しいです。それが、これから夏に向けて私的な祭りいっぱいつながっていくと思いますし、明日4月3日もまたこのステージで新しいチームが、そして今日から引き続きのチームが、皆さんに元気をお届けする、そんな演舞を、今日これからやりたいと思いますので、皆さんにご協力をお願いしたいと思います。そして踊り子の皆さん、シーンが踊り終わりましたら、この後皆さん舞台のこの下に降りていただいて、全員で写真撮りますので、準備の方もお願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、それでは桜田のよさこい2022初日最後踊らせていただきます。ご声援、お手拍子よろしくお願いいたします。踊ります。口角上げて、まぶいぶい。天空仕立て屋神失う。
桜川三郷に明日も2日目がございます。どうぞ皆様、明日もお越しください。天空白田真でした。ありがとうございました。